で、校長よし今日もねスーパープレゼンテーションアワードの練習やっときますちょっと喋る内容とは少し違うんですけど、うん、もう練習なんでねどん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 喋る、えー、YouTube に投稿するのをねやっとかないとねですよで今日のは3つの成功法則あ僕ねあのトレーニングの <laughs> トレーニングコーチっていうね仕事をね仕事の中の一つにトレーニングコーチっていう仕事があるんですでトレーニングのねセミナーとかあ,のあと部活動とかねあの少年野球少年サッカーとかそういうトレーニングコーチに行った時にねだいたいトレーニング、うん、コンディショニングメンタルあと栄養ですね、えー、そういうのを、うん、伝えてるんですねでその中でメンタルのとこで、えー、3つのね成功塞があるんよと。 3つ、あの選手たちにねよくね夢のある人とかね目標がある人とか言うんですね。だ大体1割手てあげるんですね。で、大体8割のやらされてるとかね、流されてる子たち。で、1割のもうどうにもなんない、もう俺、ここ、ここ来るとこじゃなかったとかね、もうやめたいってね、<laughs> もうマイナス一辺倒の子たちが大体1割。この1対8対1っていうね 大体この腸内環境のようなバランスがねどこ行っても大体ありますねで3つの成功法則一、えー、つ目はね目標達成型成功法則、ね、今夢や目,あの目標がある子って,言ってその子たちはねその目標に向かってね気分けして、えー、それにチャレンジしていって 大体失敗とかかかねねななんんうまくいかないんです、ね、それを改善して改善してその期間内にどん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 ちっちゃい成功をねいっぱい積み重ねていっていつ,のいつの間にかじゃないそうやって成功目標達成してるんですねこれがもう成功法則の王道ですねでだから本当こう見ててこれが鴨さんやヒロさんとかまあ中村天風さんとか孫さんもなんかこの目標達成型成功法則こっちなのかなとかね思ったりしますね見てて。 で2つ目の成功法則これは「天命追求型」ねこれ中村文明さんが言ってたんですねとかあの他のこの間読んだ本は「ビジョン型」とかね「価値観型」とかねなんかいろいろ内容は一緒なんですけどね「天命追求型」これはあのその8割とかねその後残りの9割の子たちですよね、えー、そんな頑張らなくてもいいんよって夢や希望夢や目標とかなくてもいいから。 目の前のことを一生懸命やってたらね、えー、いつの間にかね、なんかいい具合になってるんよって、僕も大体いいこっち側ですね、だから中村文明さんとかその、<laughs> 大島圭介さんもこっちなんじゃないかなと、<laughs> なんかこう、セミナーを見ててね、<laughs> YouTube 見てて、うん、で、斎藤人さんとかね、えーそ、ああいう人たちもそっち側じゃないのかなと思いますね。で僕も、えー、そっち側で あのね病気したりして目の前のことを一生懸命やってたらね体が良くなってその体が良くなったことを人に伝えてたらあの仕事になってでそうなっていったんですねでもそのこの2つの天命追求型目標達成型ってもうやっぱもう弱い成功法則のねもう王道っていうか朝起きた時から朝起きれた幸せってね <laughs> ご飯食べれて幸せってね あのもう朝から晩まで、えー、有意識で生きてるんですよとかもう天性でねできてる人たちもいるでしょうしね、うん、でこういうことが部活の子とか小学生とかねそういうことに言うてもあってねピンとこないんですねでそこでね3つ目の三つ目の成功法則これは僕が作った造語ですねで大体本の中でも大体出てくるんですけどいろんな人の本の中でも。 目標サポート型ですねあのそのそチームに行けばね全国行きたいとかね監督が日本一になりたいとかねあの150キロ投げたいとかね、えー、言ってる子たちに乗っかる、ね、朝朝起きた時からね今日もダリーってねもう部活行きたくねーとかね、えー、そんな程度ですよ子供たちってね。で そんな子たちにね朝起きた時から「有意識でやれ」とか言ってもやっぱ無理なんですねだからあのチームの中の目標を持ってる子とかね、えー、夢を持ってる子たちの応援とかねサポートそれだけでもね十分楽しいよってでもほんとそれがないにしてもねお,お母さんの笑顔が見たいとかねあの友達の笑顔が見たいとかねあ,あ 友達の助けをしたいいととかね、もうそんんなこでででも何でも何いいすよ。一日の中でほんのちょこっと、えー、自分ができるそのサポート、えー、それやってるだけでも、えー、俺はあのー、この仕事になった時にそうやってねあの自分の体が良くなったのを人に伝えてたらこう仕事になってで俺のとこに日本人になりたいとかね全国行きたいとか全国制覇したいとかいうチームや人がやってきたんですよね。 ってあそうなんて別に俺そ,のそれは別に俺になりたくないけなりたいとは思わんけどじゃそれのサポートしてたらあのー、なんかいつの間にかそうなってたんですねでその体病気してたりしたけその朝起きた時に「あ今日も切れた幸せ」ってそれは本当思えたけど普通の部活動のことだかそこまでは思えないんですよねだから今言ったように今目の前にね周りにいる人たちのサポートでも,サポートでもいいよっていう。 目標サポート型性拘束それを子どもたちに言ってるんですってでもう一つあるんですけどね本当はねたいこう何て言うんですかねたい4パターンなんですよねあのう脳うさにしてもね血液型にしてもねあとトレーニング的にはホースタンス理論とかいうのがあってねそれもだいたい4パターンなんですけどこのこのねあのスピーチの,この3つのなんとかとかこれ本当と3つのなんとかっていうのはね 本当にいいですね原因、えー、にしてもその環境にしても結果にしても、ね、3つのなんとかなんとかっていうとすごい、あのー、話が組,組み立てやすいんでね本当、えー、で子供たちにね、えー、そんな感じでいいよって言ってあとはねもう子供たちにね大人のはっちゃけた笑いヨガとかでね「<laughs> ほーほーはははははとか「メンタルのトレーニングやってこれをやるんですね。で大人のはっちゃけた、えー、楽しい よし世の中って楽しいよっていうのをね、えー、見せるんですよね子どもたちは見たことがないんですよ楽しい大人をね、えー、それをひたすら <laughs> 見せる <laughs> ですねでそういうことをやってたらね、あのー、たまにね卒業した子とかから電話がかか,ってりかかったりするんですねで「どうしたの?」とか言ったら「あの仕事やめようかと思って」とか言うんですね。なんでっって言ったら い,や林さんいつもあの笑顔でねなんか楽しそうな仕事をしてたから楽しい仕事を見つけるのが方法を知ってるんじゃないかと思ってって <laughs> 言うから「あそうなんてそう言ってくれるのは嬉しいんやけどあなたたちに背を向けてね」て山の方見てた時は「鬼の行巣やったかもしれんよと」と <laughs> でもね、あのー、仕事はやめていいよって、えー、自分の、ね、好きな仕事に、ね、行くまでね、えー、何回もやめたらいいよってでもね 何回辞めてもね、えー、気づくことはあどこ行っても、ね、こ好きな仕事って言ってもねやっぱりやりたくないことはやってくるしね <laughs> その時にあのあやりたくないことをね何か改善して好きに好きな仕事にね変え,変えたりするのはどこ行っても一緒なんやなって気づくだけでね、えー、そういうことなんよってそういう生徒に大体問題児が電話をかけてくるんですね全然俺の言うことを聞かんやったやつがねそうやって電話かけてくるんですね。 <laughs> あの一時たったら LINE とかでね「ああ林,林さんの言った通りでした」ってね、えー「絶好調で頑張ります」みたいなねもうほんとね今の若い子たちってほんと魂がねなんかいいんですね大人にこういうこと言ったら喜ぶやろうなっていうことをね平気でね「感謝してます」とかね「絶好調です」とか言ってくれるんですね本当本当すごいなとか俺そんなことがゆえんやったなと思いますもんねねとうことで、ね、今日はね。 3つの成功法則、その目標達成型、店、え、名、ー、追求型で、そこまでね、そんな完璧にできないんでね、えー、目標サポート型でもいいよってね、えー、いうことを部活とか、そういうセミナートレーニングセミナー講師で行ったときに伝えてます。笑いやくや、3つの成功法則、成功法則、言えてよかったねはははいほほ,ほは,は,は イエーイいいぞいいイイエー !OK じゃあ今日は何がいいかなあ今日ねあのー、孫のあっ 9, 9分だ孫のね入学式だったんでね可愛かったんでねもう幸せやったんでねもう幸せってじゅくえとこ幸せ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 でね目がうるうるし してね、もうあのその昼からねあのデイサービスに笑いヨガしに行くんですねそこでそこにお母さんいるんですよ認知症のお母さんがねデイサービス行ってねでその横でねお礼が笑いヨガやってるのを一緒にねニコニコしながらね、えー、やってくれてねねお母さん覚えてるつって言ったらね大体いい覚えてないって言うんですよ <laughs> でもそれを見てもねなんかこう目がうるうるしてきてね本当はその時にあのなんかこのこの血をねこのご縁でこの血を ずっとね、なんか誰かの本に書いてましたよあの20世代前ぐらいまでいくとね何十万人っていうねこうんかだからこう先祖がいるんですよねその人たちが一人も欠けることなくつなげてくれたんですね僕までねほんとこの奇跡にねほんと感謝するんですねでね感謝って10回言っときましょうかね感謝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 よし 今日もついてる笑顔で<笑>に<っ>終わっとこう <laughs> にゃ